の以前買ったね、このベルボンのプレッションレベラーっていうんですかね、この部分ですね、この部分です。ちょっとね、まあ、約10ヶ月ぐらい使ってきたんですね。でね、これはあくまでも私の感想ですからね、他の人は分かりませんよ。これ実際結論から言いますとね、使いにくいっていうよりもね、めんどくさいんです。まずね、ここのレバーを緩めたり、ここのレバーを緩めたり、これを回して合わせてみたり、こういうネジがあるんですね。それからこっち側にもネジがあるんですね。ネジってレバーですね。それからこっち側にもあるんですね。で、ここに回すやつがあるんですけど、見えませんね。ここにも回すやつがあるんですね。で、この操作をね、いちいちこうやってるとね、ものすごい時間かかるんですよ。で、その間にね、いい車体がもう取り逃すんですよね。で、このね、いろんな一連の操作がね、とにかくめんどくさいです。で、やっぱりね、一発でレベラーをピャッと合わせるようなね、自由運転の方がいいんじゃないかと思うんですよね。まあ、ここはこの上の運転の方は別ですよ。これは別ですよ。これは滑らかにね、ビデオを撮る時のね、滑らかな動きをするためにこれを動かすわけですから。これはまあいいとしてね、このレベラー、水平レベラー、プレッションレベラーっていうやつですね。これがとにかく合わせる時の操作がいろんなレバーがあって、とにかくめんどくさいんです。はい、他の方は知りませんよ。あくまでも私の感想ですからね。まあいいって、精度はいいんです。ものすごく精度はいいんです。だからがっつりね、合わせてね、がっつり取りたい人にはこれいいでしょうね。しかしまあ私みたいにね、まあ、水平がちょっと、まあ、傾いていようが、ちょっとどうでもいいっていう方にはね、時にはこれはね、ちょっと面倒くさい。ただそれだけです。面倒くさいんです。精度はいいと思います。ピシッと合います。はい。その時間がね、もったいないというかね、まあ被写体が例えばあそこに鳥がおるなと思うでしょ。鳥がおるな、取らないかんなってこうするでしょ。で、それに水平を合わせようと思って三脚据えてね、水平をこう合わせてる間にね、鳥飛んでいくんですよ。それを考えると、これはワンタッチじゃないなということですね。それを私は言いたかっただけです。はい。まあこれも慣れれば早くなるんでしょうけどね、まあ、とにかくめんどくさいんです。はい、私の感想なんでね、他の方はどうか知りませんよ。はい。そういうわけでね、今日はちょっと以前10ヶ月前にね、買ったベルボンのプレッションレベラーの感想、使った感想ということでね、お送りしました。ではまたお会いしましょう。バイ。